山口県豊富市出身。山口県立豊富高等学校、フェリス女学院大学文学部卒業後、2000年4月、関西テレビに入社。2006年4月1日より、ベリーベリーサタデーを、後輩アナウンサーの村西里恵に代わって担当。同局社員の男性と2008年6月に挙式。同年正月に、山口県で結納を済ませている。 2008年6月30日から放送が開始された平日朝の情報番組、ヨーイドンで進行を担当していた。2010年5月には、ヨーイドンのほか、土曜日の高人胸一杯と、桃子の王、それ、ミよ、日曜日のお笑いワイドショーマルコポロリにレギュラー出演しており、関西テレビの番組には、バラエティ中心2週7日登場していた。 2013年9月26日に妊娠を発表後体調不良で休養していたが2013年11月1日付で産休に入った2014年3月23日に第一種となる男児を出産2015年春からの復帰が発表され同年3月30日より開始される自社制作3時間枠の新報道情報番組夕方ライブワンダーの メインキャスターを務めた。2018年の夏に第2子となる女児を出産。第1子とは4歳差。3級、育休で14ヶ月休暇を取得し、2019年8月に復帰した。関西テレビ、藤本アナ、33歳同局社員と6月挙式。スポーツ日本。2008年3月31日閲覧。関西テレビの藤本アナ結婚。 日刊スポーツ新聞社、2008年3月31日閲覧。関西テレビ、藤本アナが3級入り。日刊スポーツ新聞社、2015年1月31日閲覧。関テレ、藤本恵子アナが第一子男児出産。とても幸せなおさん。オーコンスタイル、2014年3月25日閲覧。関西テレビ、藤本アナ。 4月より3時間ワイド番組の司会で、復帰。オーコンスタイル。2015年1月31日、閲覧。牧原隆之が、視聴率低迷の関テレ、社会を、作詞、作曲日刊スポーツ2015年3月16日、閲覧。1月の出来事2020年2月6日、藤本恵子の美貌録。関西テレビ。2020年4月18日、閲覧。 産んだ、休んだ、戻ってきた。2019年8月28日、藤本恵子の美貌録。関西テレビ。2020年4月18日閲覧。ありがとうございます。